くぐる。ヨハネ、帰還。助けて、ヨハネちゃん。チカ、どうしたの？そんなに慌てて。それは、その…ん？ヨハネちゃん、ダンジョン帰りだよね。私が捕まってたあのダンジョンで、仮面とか見なかった？仮面？見てないならいいの。ちょっと落としちゃったみたいで。なくしたのがバレたら、お姉ちゃんたちにどやされる。ごめんヨハネちゃん、私もう一回探してくるね。ちょっと、行っちゃった。また捕まらなきゃいいんだけど。チカの言う仮面って多分あの仮面よね。ミリオンダラーだったっけ。だね、なくしちゃったのかな。見つけたら渡してあげようよ。うん、よく見ておかなきゃ。ヨハネちゃん、実は私探している本があって、ヨハネちゃんの占いで探せないかしら。占い？どうしたの？ヨハネちゃんって占い師よね。久しぶりに占い師扱いを受けた気がするわ。嬉しい。それでこのヨハネに占ってほしいこととは？それが炎についての魔導書なんだけどね。沼津で見たって噂に聞いたんだけど、図書館にも置いてないみたいで。魔導書？なんか食いつきいいわね。くー、これこれ、こういうのを求めていたのよ。よろしい、ではこのヨハネが占って信ぜよう。まかしら。深き海の底よりつながる異界、そこに高き炎の知恵を蓄えし書物が見える。海の底の異界？それってまさかあのダンジョン？おそらくは。またあそこに行って捕まったりしたら申し訳ないわね。もし探索中に見つけたら持って帰ってきてあげるわよ。本当？助かるわ。やっぱどうにもぎこちねえんだよな。今ちょうどいい部品がないんだよね。しばらくはそのままかもね。どうしたの？二人とも。ヨハネ、お邪魔してるよ。実はダンジョンでモンスターに捕まった時から殿様の調子が悪くてね。応急処置はしてもらったんだが、いつものわしが100だとすると今は70くらいの力しか出んのじゃ。ほら、殿様って私がジャンクから作ったでしょ。使ってる部品の中にはだいぶ古いのもあって、なかなかちょうどいいのって見つからないんだよね。新しけりゃいいってものでもないのね。わかったわ。探し物ならこのヨハネが占いで。あ、そうだヨハネ、またダンジョンに潜った時でいいから探してきてくれない？あのダンジョン古いものならいろいろ転がってそうだし、落としたパーツが中にあるかもしれないから。いや、せっかくだし占いで。探してきてくれるんだねヨハネ、ありがとう。お礼のハグ。人の話を聞け。はあ、分かったわよ、強引なんだから。もし見つけたら持ってきてあげるけど、あんまり期待はしないことね。探してくれるだけですっごくありがたいよ。すまんなヨハ太郎、恩に着るぞよ。ヨハネちゃん、これこの間助けてもらったお礼。
お菓子とパンの詰め合わせずや。これはみんなを助けるためにいっぱい探索したからカロリーを消費して、そのヨハネちゃん、いっぱい頑張ってくれてたずらね。いいでしょう、もう一つちょうだい。はい、どうぞ。美味しいわね、花丸のパン。そう言ってもらえると、丸も作った甲斐があるずらよ。もっとみんなに食べてもらえると嬉しいんだけど。ずら丸の店、屋台販売だったわよね。新作ができると新しいチラシを作ってるけど、これが結構大変なんずら。ルビーちゃんにもアドバイスもらって、たまにイラストなんかも描いたりして。前に見たけど、チラシって手書きのやつよね。花丸、PC とか持ってないの？ PC？ チラシも見た目が大事。文明の利器は活用すべきよ。どこかで見つけたら花丸用に持ってきてあげる。ずら、よくわからないけど、ヨハネちゃんが優しいってことだけは分かったずら。そういうんじゃないわよ。さすが何でも屋さんずら。占い屋だって言ってるでしょ。ん？ルビーじゃない。何よ、そんな重そうにして。ヨハネちゃん、これ見て。じゃーん。おお、これってダイラプスのぬいぐるみ？もしかしてルビーが作ったの？うん、助けてもらったお礼だよ。かわいい。ルビーってほんと器用よね。いいの？もらっちゃって。もちろん、こちらこそだよ。しかし、あんたも大変ね。これ一個運ぶのに重労働で。ぬいぐるみとしてはそんなに大きくないけど、ルビーにとっては特大サイズじゃない。なんかこう、作ろうかなって思うんだけど、なかなか納得のいくデザインが思い浮かばなくて。デザインね。それじゃあルビー、もう行くけど、呼んでくれたらいつでもお助けするからね。二人で一緒に頑張るビーだよ。うん、頼りにしてる。バイバーイ。行っちゃったね。それで探すの？ルビーちゃんにぴったりのバッグ。まあ、冒険のついでよ。ヨハネは素直じゃないね。うるさいな。よう、あんたっていつも元気よね。そう、私だって落ち込むことはあるよ。実は今あんまり元気がなかったりするんだよね。まったくそうは見えないけど。一応聞くわ。どうしたのよ。いやー、それがさ、ダンジョンで捕まってた時、翼をなくしちゃってね。翼？つまり伊達？いやいや、そんなわけないでしょ。そうじゃなくて、空の配達の時に使ってるカイトの入ったリュックのこと。ああ、あの羽がバサーって開くやつね。大砲に撃ち出される時に使う。で、それ大丈夫なの？配達の仕事は？予備があるから大丈夫。もともとあれ、郵送ギルドの支給品だしね。けど、やっぱりね、なくしたままってのもちょっとね。そうだ、ヨハネちゃん、もし見つけたら持って帰ってきてくれない？どこかで見かけたらでいいんだけど。いいけど、ついでだし、見かけたらよ。ありがとね、ヨハネちゃん。それじゃあ私、配達に行ってくるから。全速前進、よっさらー。
ことながら慌ただしいわね。ヨハネに負けず劣らずね。うるさい。改めてお礼を言わせてください、ヨハネさん。まさかダイヤほどの人が捕まっちゃうとはね。不意をつかれたとか言ってたけど。お恥ずかしい限りです。どうも迷宮のようなごちゃごちゃした場所は苦手でして。いえ、弱音を吐いてしまいました。こんなことでは執務長官失格、自分にブッブーですわ。真面目だな。そういえば調査中はあの格好じゃなかったの？スカーレットデルタだっけ？実はダンジョンの探索中、いつものスーツをなくしてしまったのです。いやいやいや、ちょっと待って、ね、あんなもんどうやってなくすのよ。本当にお恥ずかしい限りです。いや、お恥ずかしいとかじゃなくて、ヨハネさん、恥を忍んでお願いします。あのスーツを見つけたら持ち帰っていただけませんか？まあいいけど。ありがとうございます、ヨハネさん。力を合わせ共に沼津の平和を守っていきましょう。ヨハネ、今回は助かったわ。ずいぶん頼もしくなったわね。あなたになら頼めるかも。マリ？頼めるって何のこと？実はうちの子が一人行方不明なの。うちの子って、あ、いつもマリの周りにいるあのお化けちゃん？ええ、ほら私しばらくダンジョンに捕まってたでしょ。その間にいなくなってしまったみたいで、もしかしたら私を追ってあのダンジョンに行ったのかもしれないわ。あなたにならきっとあの子を見つけられるはず。もちろんそれ相応のお礼はさせていただくわ。お礼？任せて。この占い師ヨハネのヨハネ愛にかかれば見つけることなど造作もないこと。現金だな。サンキューヨハネ。期待も込めてお礼は前払いさせてもらうわ。え、本当？この私が世界から集めたスペシャルな食材で作った究極の料理、これでしっかり精をつけて迷子の捜索お願いするわね。何この料理、金目鯛にアワビ、松茸も？え、これが俺？オフコース、味はもちろん体にだっていいんだから。Wow.
よね、これ。
チラシ作りも楽になるかも。出発よ。よっ。
したとか言ってたっけ。持って帰ってあげなきゃね。出発よ。ヨハネ降臨。ズサよ。探し物はこれですか？うわ、それ私の。見つけてくれたんだ。ありがとう、ヨハネちゃん。
で、ところで、この仮面のこと…わかってるわよ。私は何も見なかった。それでいいわよね。ヨハネちゃん、さすがは町のなんでも屋さん。ミリオンダラーの次くらい頼りになるよ。全然褒められた気がしない。なんでも屋じゃなくて占い屋。本当にありがとう。じゃあね。行っちゃった。嵐みたいな人よね。リコ、魔導書見つけてきたわよ。え、ありがとうヨハネちゃん。ねえ、私もそれ読めば魔法が使えるようになったりするのかな。どうかな。ヨハネちゃん、古代沼津語は読める？古代沼津語、何々ずらみたいなやつ。もう花丸ちゃんに怒られても知らないよ。読むなら必修だけど、よかったら私が教えようか？それは今度にしておくわ。勉強したくないんだね。カナ、こんなの拾ったけど何かに使える？これこれこれだよ。これがあれば殿様を修理できるよ。ありがとうヨハネ。改めてお礼のハグしちゃおう。ほら、今度は殿様も一緒に。おうたま、ちょっと殿様はやめなさいよ。いの冗談だよ。でもおかげで殿様がパワーアップしたよ。パワーアップしといてハグさすな。困った時はいつでも呼んで、きっとヨハネの役に立てると思うから。ヨハネちゃん、おかえりずら。またお菓子を持ってきたずらよ。お菓子じゃなかった。こっちも花丸にプレゼントがあるわ。え、丸に？じゃーん、ノート PC。 未来ずら。そう、これこそ文明の最先端。前にチラシ作りが大変だって言ってたでしょ。これがあればちょっとは楽になるんじゃない？使い方は自分で頑張りなさい。まあお菓子作りで忙しいだろうし、たまにだったら教えてあげなくもないわ。ヨハネちゃん、ありがとうずら。さすが評判のなんでも屋さんずら。占いや。はい、これ見つけてきたわよ。なくしたリュックだ。ヨハネちゃん、ありがとう。でもそれ、新品が支給されてるのなら必要なかったんじゃない？いや、やっぱり愛着があるからね。ちょっと傷んでるけど、それも味なんだ。そんなもの？まあダンジョンに放置されてたんだから、使う前にメンテくらいしておくことね。うん、ありがとうヨハネちゃん。はい、ダイヤ、例のスーツ回収してきたわよ。あら、ありがとうヨハネさん。このお礼、なんとお伝えすればよいやら。いいわよ別に。それなくしたのバレたら大変でしょ、特に琥珀には。聞く、ヨハネさん、このことはくれぐれも内密に。特に琥珀には。言わないわよ、もうなくさないでよね。マリ、お化けちゃんを連れてきたわよ。わあ、ありがとうヨハネ。もう心配したんだから。捕まってた私が言えることじゃないか。無事に見つけられてよかった。
出発ね。